吸血鬼のスフェラトゥは、カイダブルームルナウによる1922年に制作されたドイツ表現主義、サイレント映画。最初期の吸血鬼映画の一つであり、吸血鬼、オルロック伯爵をマックス・シュレックが演じた。現代のサブタイトルに従って、吸血鬼のスフェラトゥ恐怖の公共曲という、日本語タイトルで紹介されることもあり、またのスフェラートゥなどかな表記の揺れもある。 本作は1897年に出版されたブラム・ストーカーの回帰小説、吸血鬼ドラキュラを非公式に映画化したものである。ドラキュラ伯爵がオルロック伯爵に改名されるなど原作からの変更点がある。これらは著作権侵害の非難を避けるためだと長らく言われてきたが、オリジナルのドイツ語のインタータイトルには本作がストーカーの作品を原作にしていることが明記されて、 おりこの説は弱い。映画視野のデビッド・カラットは本作の解説においてこの説をそれを裏付ける資料はないと否定しており、むしろドイツ人がドイツ人の観客のために制作した低予算映画であり、ドイツを舞台にドイツ語の名前を与え、ドイツ語圏の観客が物語をより身近に感じられるようにしたものだろうと述べている。いくつかのディテールが変更されたにもかかわらず、 ストーカーの相続人はこの映画化について訴訟を起こし、裁判所は映画のすべてのネガとプリントを破棄するよう命じた。しかし、本作のプリントはわずかに残り、後世に影響を与えたと傑作とみなされるようになっている。1978年には、ベルナー・ヘルツォークの脚本、監督によるリメイク版、ノスフェラトゥが制作されている。また、本作をベースに、 主演のマックス・シュレックは本当に吸血鬼だったとするシャドウ・オブ・ヴァンパイアが制作された。2012年現在、吸血鬼やフッシャの意として使用されているノスフェラトゥーという言葉の語源はノーズ・ファー・アーツという古代スロバキアの言葉であり、それ自体もギリシャ語で病気を含んだを意味するニュー・シグマ・ファイローが由来である。西ヨーロッパの人々に吸血鬼は 病気を運んでくるものとみなされていた。オルロック伯爵の屋敷として撮影された建物1838年、北ドイツの港町、ビスボルグに住むトーマス・ハッターは雇用主で、町の不動産業を営む、怪しげな男ヘルノックからビスボルグの家を、買いたいというオルロック伯爵と会うように命じられ、彼の住むトランシルバニアへと向かう。ハッターは、心配する最愛の妻エレンを親友で、 海運業を営むハーディングと彼の妹ルースに、託し、旅に出る。目的地である、カルパテヤ山脈に近づいたハッターは、食事のために宿屋に立ち寄る。ハッターが何気なく、オールロックの名を出すと店にいた、地元民たちはなぜか怯え出し、道中には、狼男が徘徊しているなどと言って、思い止めませようとするが、ハッターは無視する。翌日、 ハッターは馬車で白尺の城への道を進むが、日暮れが迫っており、漁車は橋より先に行くことを断る。仕方なく、ハッターは徒歩で向かうと、途中で馬車がやってきて、彼を乗せ、城へと向かう。人気のない城に着くとハッターは、オルロックの艦隊を受ける。夕食の席で、ハッターが謝って、親指を切ると、すかさず、オルロックがそのタレたちを舐めようとし、 驚いたハッターは反射的に手を引く。翌朝、ハッターはやはり人気のない城の一室で目を覚まし、首元に真新しい傷があることに気づく。彼はこれは可能性だと思う。その夜、オルロックはビスボルグにあるハッターの自宅の向かいにある家を購入する書類にサインし、彼の妻の写真を見た際に、首が綺麗だと感想を述べる。 ハッターは自分がオルロックを故郷に招いた形になったことに気づく。ハッターは宿屋から持ち出した吸血鬼の本を読み、オルロックの正体は吸血鬼ではないかと疑い始める。深夜が迫る中、部屋の扉から外を覗くと不気味なオルロックが佇んでいる。ハッターは部屋の中で怯えるが、そのままオルロックは部屋に入り込むと、ハッターを抑え込む。 この瞬間、遠く離れて眠るエレンが突如目を覚まし、無勇病のような状態で、バルコニーに向かって歩き出し、手すりの上に乗ったところで、ハーディングが止め、彼女は気を失う。ハーディングに呼ばれた医者が到着すると彼女は目を覚まし、夫の名を叫び、オルロックが彼を襲う光景が見えたという。翌日、昼間の城を探索したハッターは、地下室の棺で死んだように眠るオルロックを発見する。 怖くなったハッターは、急いで自室へと戻る。夕方、窓の外では、オルロックが土を詰めた、いくつかの棺を、馬車の荷台に乗せており、最後に、空の棺を積むと自らその中に入り、どこかへと向かう様子が見える。ハッターは、城から脱出しようとするが、誤って転落し、病院で目を覚ます。回復したハッターは、陸路で家路を急ぐ。一方、 棺はイカダに乗せられて川をオリバルナ港へ向かっていた。やがて棺は小船遠封作号に積み込まれ、ビスボルグに向けて出発する。船内は謎の病に見舞われ船員たちが死に始め、そのうちの一人が調査のために船倉にあった棺を開けると、ネズミの大群が出てくる。最終的に船長と一等航海士以外の全員が死んでしまったところで夜になり、オルロックが目覚める。 恐怖におのの置いた航海士は海へと飛び込み、船長はロープを使って火事に身を縛る。やがてビスボルグに幽霊船のような円風作号が入港してくる。翌朝調べると船長の死体があった。オルロックは夜のうちに棺を抱えて中に入っていた。船主のハーディングは残された航海日誌を発見し、船が謎の薬病で全滅したと結論づける。 すぐに町に緊急警告が発せられ、屋内に閉じこもるように命令が下るが、すでに遅く、町には、薬病が流行り始める。伝染病の専門家である、ブルワー教授も、この薬病の正体がつかめず、被害が広がる。ハッターも町に帰り着き、薬病の原因が、オルロックだと考えるエレンは、彼が持ってきた本を読む。そこには、 純情な乙女が、美しさで、吸血鬼を惑わせれば、温りを忘れさせ、倒すことができるとあった。二人は一景を暗示、夜、エレンは、オルロックを誘い出すべく、窓を開けると気絶したふりをして、自室で倒れ、ハッターは、ブルワー教授を呼びに行くと言って、家を出る。向かいの家の窓から様子を見ていたオルロックは、夜明けが近いのも気にせず、チャンスと見て、 エレンの部屋へと侵入する。太陽が昇り始めようとしていても、オルロックはそれに気づかず、彼女の血を飲むことに夢中になっている。間もなく、音ンが鳴き、太陽の光を浴びたオルロックは、煙となって消えていく。ブルワーを連れたハッターが部屋に入ってくるが、すでにエレンは手遅れであった。しかし、彼女の考え通り、吸血鬼の消滅と同時に、薬病も消え去る。最後に、 カルパティア山脈にあるオルロック伯爵の背上が映し出され映画は終わる。オルロック伯爵の城として撮影されたオラバ城のスフェラトゥは他者への恐怖をテーマにしていることや反ユだや主義的なニュアンスがあることが指摘されている作品だが、これらはいずれも原作であるブラムストーカーの吸血鬼ドラキュラに由来している部分もある。オルロック伯爵の鍵花、長い爪、 特等といった外見は、ノスフェラト制作当時のユダヤ人のステレオタイプな風刺画と比較される。また、ユダヤ人がしばしば同一されていたネズミの要素も、オルロックにはある。オルロックがドイツの街、ビスボルグを狙うのは、原作のロンドンから変更された箇所だが、これは当時のドイツ国民の不安や恐怖を起こさせたいからだと、分析されている。作家のトニー・マジストラーレは、 この映画が祖国ドイツが外部の力によって侵略されるという描写をしていることが1922年に北欧でくすぶっていた反ユダヤ主義の雰囲気と不穏な類似性を示していると指摘している。違法人であるオルロックが船でウィスボーズに到着する場面は原作から大きく本案されネズミの大群を引き連れペストを撒き散らす形になっている。 この変更点の要素は、オルロックとネズミ、そして病気を引き起こす病原体としてのユダヤ人という考えに関連付けられているとみなすこともできる。しかし、作家のケビン・ジャクソンは、監督のカイダ・ブリュームル・ナウは、その生涯を通じて、多くのユダヤ人男性、女性と親しく保護していたと述べており、その中には、本作でノックを演じた。 ユダヤ人俳優のアレクサンダー・グラナ派も含まれる。さらに、マギストラーレは、大きなドイツ社会の中のサブグループへの迫害に、対して、おそらくより敏感であっただろうと書いてある。このため、オルロックとステレオタイプな反ユダヤ主義との関連付けは、少なくとも、ムルナウが明確に意図して行った演出とは、考えにくいと指摘されている。プラナフィルムのロゴ本作を制作したプラナフィルムは、 1921年にエンリコ・ディークマンとオカルティストのアルビン・グラウによって設立された無声映画時代のドイツの映画スタジオでプラナという名前はヒンドゥー教の概念の名にちなんで名付けられた。オカルトや超常現象をテーマにした映画の制作を目的としていたが本作の公開直後に倒産したため本作が唯一の制作作品であった。グラウは 吸血鬼映画を撮るきっかけとなったのは戦争体験だったと語っている。彼が言うところによれば、1916年の冬、セルビア人の農夫が自分の父親は吸血鬼で不死者の一人だと教えてくれたという。映画視野のデビッド・カラットはユリーカ・カブル・ーレイのノスフェラトゥーの解説において多くが全くデタラメだ。映画のチケットを売るために語られたに過ぎない。 グラウも言うように本作は、制作よりも宣伝費の方が多かったと述べている。ディークマンとグラウは、映画化権を取得していないにもかかわらず、ハンス・ハインツ・エワーズの弟子である、ヘンリック・ガリーンに、吸血鬼ドラキュラに触発された脚本を書くことを、依頼した。ガリーンは、当時すでに、プラハの学生や、ゴーレム、いかにして世界に現れたかの脚本を手がけているなど、 ダークロマン主義の経験豊富なスペシャリストであった。ガリーンは物語の舞台を北ドイツの港町ビズボルグに変更した物語を書いた。登場人物の名前を変え、吸血鬼が戦場のネズミを介してビズボルグにペストをもたらすというアイデアのほか、吸血鬼ハンターであるバンヘルシングにあたる人物を省いたのであった。ガリーンの表現主義的な脚本は、 カールマイヤーのような文学的表現主義の影響を受けた他の作品のようにバラバラになることなく詩的なリズムを持っていた。ロッテ・アイスナーはガリーンの脚本をバル・ポエシエ、バル・ルートマスと表現した。撮影は1921年7月に始まり、ビスマールでの外観撮影が行われた。ビスマール市場を見下ろすマリエン協会の塔とビスマールのワッセル・クンストからのテイクは、 ビスボルグのシーンのエスタブリッシングショットとして使われた。他にもバッサーター、ハイリゲンガイスト教会の操車場、港などが撮影された。リューベックでは廃墟となったザルツシュパイヒャーがオルロックのビスマールでの新しい家となり、エイギリエン教会の教会堂の一つがハッターの家となり、デペナウ川ではペストの犠牲者と思われる棺を運ぶ行列の撮影が行われた。 リューベックでは、フッティングの庭で、オルロック伯爵に会うようハッターに命じたノックを探すシーンが多く登場する。続いて、ラウエンブルク、ロストック、シルト島でも、外観撮影が行われた。トランシルバニアを舞台にした映画の外観は、実際にはハイタトラス、ブラートナ渓谷、オラバ城、バーガワ、スタリーフラット城など、スロバキア北部でロッケが行われた。 コストの関係でカメラマンのフリッツ・アルノ・ワグナーはカメラを1台しか用意していなかったためオリジナルのネガは1枚しかなかった。ムルナウはガリーンの脚本に忠実にカメラの位置や照明などを手書きで指示した。しかし監督の作業用台本からはガリーンの文章が抜け落ちていたためムルナウは12ページ分を完全に書き直した。この部分こそエンディングにおいて エレンの犠牲によって、吸血鬼が太陽の光によって滅ぶというものであった。また、ムルナウは、撮影された各シーンに正確に対応するスケッチを、用意し、メトロノームを使って演技のペースをコントロールするなど、入念な準備をしていた。ノスフェラトゥのストーリーは、吸血鬼ドラキュラと似ており、ジョナサン・ハーカーとミナ・ハーカー、そしてドラキュラ・伯爵といった中心となるキャラクターも、 同じである。しかし、登場人物たちの名前はドイツ風の名前に変更され、アーサーやクインシーなどの複次的な登場人物の多くは省略されている。バンヘルシングに相当するブルワー教授はいるが、彼は吸血鬼ハンターではない。また、舞台も1890年代のイギリスから1838年のドイツになっている。ドラキュラ伯爵とは対照的に オルロックは他の吸血鬼を生み出すことなく、その犠牲者を殺してしまうため、町の住民たちも町の問題を吸血鬼ではなく薬病にあるとみなす。また、ドラキュラ白爵は日光の下では頂上的な能力が行使できないに止まるが、オルロックの場合は致命的な弱点であり、昼間は寝ていなければならない。結末もドラキュラとは大幅に異なり、最終的には 日の出と共に皆に相当するエレナの自己犠牲によって、火を浴びた白爵が滅ぶ。映画の中で、ビスボルグと呼ばれている街は、実際には、ビスマールとリューベックが混ざったものである。他のバージョンの映画では、理由は不明だが、街の名前がブレーメンにされているものもある。本作によって、またその数日後に公開された同じ監督映画、デアブレネンダアッカーと合わせて、ムルナウは、 世間の注目を浴びることになった。マスコミは、ノスフェラトゥとその風切りについて大々的に報じた。賞賛の声とともに、技術的な完成度や映像の鮮明さがホラーというテーマにそぐわないという批判の声もしばしばあった。1922年3月6日付のフィルムクリア、死は、吸血鬼が肉体を持っているように見え、照明が明るすぎて純粋に怖くないと評した。 ハンス・ボーレンベルクは1922年3月11日のフォトステージ第11号でこの映画をセンセーションと表し、ムルナウの自然を映した風景シーンをムードを生み出す要素と称賛している。1922年3月7日付の保守者、ザイトゥング市場ではその視覚的なスタイルが絶賛されていた。これが唯一のプラノの映画であり、同社は破産申請を行った。 ストーカーの夫人で彼の相続人であるフローレンス・ストーカーは代理人を通して本作を著作権侵害で訴え、勝訴した。裁判所はノスフェラトゥの既存のプリントをすべて焼却するように命じたが、本作のプリントとされるものはすでに世界中に配給されていた。このプリントは長年にわたって複製され、カルト的なファンを獲得したた,ために、 初期のカルト映画と呼ばれる一作になった。本作の評価は圧倒的に高い。レビュー集計サイト、ロッテントマトズでは63件のレビューをもとに97%の支持、平均評価は9.05、10となっている。同サイトの批評コンセンサスでは、サイレント時代の最も影響力のある傑作の一つであるノスフェラトは、その不気味でゴシックな雰囲気と、 吸血鬼役のマックス・シュレックの冷酷な演技が、その後のホラー映画のひな形となったと評されている。2010年のエンパイアーのザ・百ベスト・フィルムズ・オブ・ワールド・チネマでは21位にランクインした。1997年、映画評論家のロジャー・イーバートは、ノスフェラトを偉大な映画のリストに加え、こう書いている。ここには決まり文句やジョーク、テレビの寸劇やアニメ、 その他30以上の映画作品によって生き埋めにされる前のドラキュラの物語がある。この映画はその素材に異形の念を抱いている。吸血鬼を本当に信じているようだムルナウのノスフェラツは現代的な意味において怖いと言えるだろうか。私はそうは思わない。巧みな現代のホラー映画のように私の感情を操作する能力はないが、その芸術性やアイデア、 雰囲気やイメージには感心させられる。この映画は突然、画面の横から現れる脅威といった構成の商売のトリックなど知らない。しかし、ノスフェラツは効果的なのだ。怖がらせるのではなく、私たちを悩ませるのである。2005年から2006年にかけて、1922年のフランス語字幕付き染色プリント版をもとに、 ムルナウ研究の第一人者ルシアノベリアトゥアが復元した。2007年に吸血鬼のスフェラート恐怖の公共曲クリティカルエディション DVD として木の国や書店から発売されている。ありがとうございます。